第一次山形内閣は内務大臣で陸軍中将、伯爵の山形有朋が第3代内閣総理大臣に任命され、1889年12月24日から1891年5月6日まで続いた日本の内閣である。1889年12月24日、任命。在職日数499日。1889年12月26日任命。内閣発足当初。前内閣の黒田内閣は1889年10月25日、条約改正交渉の失敗を契機として、総辞職を決意、黒田清隆首相は、閣僚の辞表をまとめて提出した。しかし、明治天皇は、内大臣の三条耳を内閣総理大臣に任命し、黒田内閣の閣僚はそのまま大臣職にあった。12月24日、内閣職権を廃して内閣官制が導入され、同日に三条はビオアを理由に首相を辞任。内務大臣であった山形が首相、内務大臣に任命された。この内閣官制の導入により、大宰相主義は否定され内閣総理大臣は同輩中の主席と位置づけられた。1890年11月29日に大日本帝国憲法が施行、同日に第1回帝国議会が開かれ、議会制度が開始される。衆議院は第1回衆議院議員総選挙を経て、立憲自由党や立憲改進党らの野党勢力が多数を占め、山形内閣は地盤を持たない衆議院における法案や予算案の審議で苦労を重ねることとなった。予算案審議において、政府提出案ではおよそ 26% を陸海軍経費に充て、その理由として、主権線の死後と利益線の防護を挙げた。これに対して、議会多数派は、民力給与、政費節減を主張、予算委員会審議において、予算案の削減を行う。松方蔵相は、議会の予算案に対して、不同意を表明、議会多数派と対立する。一方、自由、改進両党と距離を取る大政会は、憲法67条の規定を根拠に、予算案修正には政府の同意が必要ではないか、と問いただすと、山形首相も同意の答弁を行う。この間、政府は議会活動の方向性をめぐって、内紛状態にあった自由党内に手を伸ばして、旧愛国高等系の議員との間で妥協を成立させる。1891年2月20日、大政会が上述の67条の解釈について、事前同意を必要とする旨の緊急動議を提出すると、土佐派の議員26名が造反して、賛成、動議が可決する。これらの議員は、板垣を担いで自由党を離脱、自由クラブを結成し、大政会らと共に、準与党の立場で政府との予算交渉に当たった。3月2日、衆議院本会議で、予算案は可決される。初の議会を辛くも乗り切った山形内閣は4月9日に内閣総辞職を決意。後任には山形は伊藤博文元首相を推し、29日に一旦は伊藤に大名が降ったが、伊藤の故事を受け、松方蔵相が後任となる。5月6日、内閣総辞職。ありがとうございます。